このメニュー。どうも、14歳 VTuber の星のニアです。ボイスロイドのキズナあかりです。ドルセントボンドです。チキチキチャンネル。今回の動画のお題はこちら。漫画、トコシエバレット、新港攻防戦のレビューをしていきます。原作はモリオン航空。漫画は藤村明治。唐突な新ネタのレビューね。トコシエバレットというメディアミックスプロジェクトについて少し触れていこう。原作のイラストレーターサークル、モリオン航空の世界観をベースに、3社が関わっている、講談社、バンダイナムコアーツ、エイトミリオンの3社だ。ここにモリオン航空が入ってのメディアミックス展開らしい。バンダイナムコアーツ。全く懲りない悪びれない。バンダイナムコアーツは、バンダイビジュアルトランティスが、融合合体した会社だよ。気になるのはエイトミリオンね。ケモノフレンズ2017や、手探れ、部活もの作った八百万の後継会社が、エイトミリオンだよ。エイトミリオンの福原 P が、いろいろ手を広げてるので、その一環がトコシエバレットということだね。では、実際の作品のあらすじを見ていきましょう。あらすじ。2030年、世界の大都市は、突如、正体不明の怪獣によって破壊され尽くされた。怪獣を操る10名の少年少女の姿をした不老不死のテロリスト集団トコシエ。人類の敵と言われるトコシエたちは、大祭と呼ばれる打撃を与えて、姿をくらました。一方日本は、2030年の大祭で怪獣の被害に遭わなかった。しかし8年後、トコシエ10号から、トコシエ、怪獣と人類の第2ラウンドの火蓋が切って落とされる。大学時代で、ドローンバトル全国大会で、優勝した過去がある地方公務員、西崎守は、ラーメン屋でトコシエ10号と出会ったことから、戦いに巻き込まれるのだった。つまりグリッドマンみたいな話。感覚的には似ているね。雰囲気は少女前線っぽいけど、ドールズフロントラインを少女前線って言っちゃう系。では、大雑把にキャラ解説していきましょう。主人公、西崎守。富山県中水市役所勤務の地方公務員。2030年の頃には、大学生としてドローンバトル全国大会で優勝した経歴を持つ。それを弾みに憧れの女先輩に告白したのだけども、怪獣の全世界襲撃によって、失恋してなーなーになる。トコシエ10号とラーメン屋で出会ってから、人類とトコシエとのバトルに巻き込まれる。このシリーズのドローンは、小型のロボットみたいなものね。トコシエは AI を操る力があるけど、西崎くんはコントローラーでドローンを操作してるからハッキングに強いよ。主人公特有の戦い方。トコシエ10号。怪獣一角を操る、人類の敵、トコシエの一人。僕っ子、食べるのが好きで、2038年にラーメン屋で、西崎と出会う。本作の象徴存在だけど、多分ラスボスっぽくもある。そんなポジションだよ。命令者ちゃん。命令者ちゃんじゃないですか。太いね。ちなみにトコシエは、10人いるんだけども、メディアミックスによって取り扱われるのが違うっぽい。もう一つの漫画、怪獣学園、だと少年の5号との学園生活が始まるようだし。どういう決着を見せるのか楽しみね。次は、杉森、H、品子。トコシエを研究、監視する安心研究機構の SQ エージェント。ドローン使いの少女、トコシエに対して、激しい憎悪を抱いており、トコシエ10号をめぐる戦いに、西崎を巻き込んでいく。相棒キャラというか、ヒロインというか。安心研究機構って何？安心研究機構は、トコシエバレットの世界観で、暗躍する勢力の一つね。トコシエを監視するのが、安心研究機構。ただし品子はトコシエを殺したがっている。次は、8年前の少女。誕生日の旅行でフロリダでカニを食べる約束したところで、怪獣による大災に巻き込まれる。そのせいで家族を失っている。トコシエ10号と接点を持っているが、これ品子じゃない？家族を怪獣とトコシエに殺されたから復讐したいというのなら納得がいくわね。アナセル社のドローン使いたち。安心研究機構とも、トコシエとも敵対してる企業。年表ではこの後に、
人工怪獣を作るためのデータを集めるけども、本作だとまだその域に達してないよ。怪獣が強すぎるから、どうしてもドローン対ドローンになるのは多少はね。とまあ、そんなこんなで、まだ始まったばかりのトコシエバレットですが、なかなか気になる展開ですので、今後もちまちま応援していきたいと思ってますね。プロモーションビデオの完成度も高いのよね。今動いているコミカライズ2作は、講談社の領域っぽいけど、バンナムアーツや8ミリオンが、どういう風に関わってくるのか、まだメディアミックスが動きそうでそちらも楽しみですね。ということで、ご視聴ありがとうございます。